はいそれでまあセカンドは出てこれはその1枚目に比べて割とそのフローも詰まってるし、うんえー、でもその曲の内容これ「フォロー・ザ・リーダー」っていうのはもともとあの,大統領選のレーガンが言った言葉を、ねうん、まあ自分で使って俺についてい「フォロー・ザ・ザリーダー」って歌詞はねはあのこの中に入ってて。うん フォローそれはそのままあの、うん、サンプルしてるんだけどまあ本当にあの派手な曲はあんまないんだよねここ俺でもフォローザー俺アルバムとまあ

バックアウフォローザリーダーのケジも入ってますから。いわゆる、ニューヨークエンディング。いわゆるニューヨークエンディングニューヨークエンディングニューヨークエンディングは先駆けですね。先駆けですね。そんな話はいいんだけど。そうそうそう。それで、あの、ま、2枚目まで。あ、ちなみに、ちなみに、すいません。あの、フォローザリーダーは、あの、フォーザのブロードウェイっていうのは、ま、ま、インディー的なレベルなんで。あ、そうだそうだ。その次のアルバムから UNI MCA ってメジャーデビューするんですが、あの、一説には、 ラップ史上初の100万ドル契約だったらしいですやっぱりこれで世界的に売れたからっていうのがあるんだね UK 飛び火したからでもさこれ世界的に売れるアルバムじゃねえよやっちゃったよねだからヒップホップヘッズにはたまらんごちそうでもやっぱこっちで売れたのはそのねそういう時代の流れをないですっていうね ラップ史上、ラップ史上初の100万ドル契約だって、うん、あの、ナス、ナスの曲で、あの、うん、アンオーソライズとバイオグラフィーオブラキムっていう、うん、ラキム、非公認のラキムの自伝っていう、あの、うんうん、あの曲があるんですよ。うん、一曲丸ごとラキムについて歌ってる。うん、で、そこでナスが言ってますね。<laughs> っていう噂だったんだろうね、まあね、それこそ g ラップのスタジオとかにラジプロフェッサーとナーズは結構、ガキの頃見に行って、ラキムが集中してるとちょっと怖くて喋りかけれなかったみたいな、まあでも、それぐらいイケ出たってことですよね、ラキムみたいになりてえなって、本気に思ったんでしょ、見た目がさ、もう、カリスマ性あるもの、もう、ックスが、まあ、売れたからだと思うけど、いや、違う、いい男じゃん。 でも、ケアレスワンもカリスマ性あるから。さあれは、こんぐらい鼻大きいとカリスマ性あるっていうさ。でも、やっぱり、やっぱり、ケインとラキングは、やっぱり、ルックスが良くて、そういうところで、とやっぱり。女向けだよね。やっぱり、女向けもそうです。でも、あの、男、ガキが憧れるじゃない。ですかそんなにかっこいいと思うですよ。アイドル、わかりやすいアイドルですよね。ストリートの。はい。今、一枚目。 スレドバックタイルで2枚目はすごいダークなスタイルにましたで3枚目は割とオーソドックスに割とそのなんていうのかなトレンディーになってるんでねこれはまずさ一応だからそれも実は裏レクシーの2版のか分かんないけどさこっからサウンドがほらだって変わるわけで実はこっから先はラージ・プロフェッサーが音作ってるっていう問題があってそうですね当時「のォンテッド・デッド・アライブ・クール・ジー・ラップ」のアルバムも結構 ラジプー、はい、8割方作ってる<ー>すごい音は似てんなだからラップが違うなと思って俺は聴いて、うんまあでも当時はやっぱり、まあ、今でもあると思うんですけど、まあ、今とあのこう後にこうトッププロデューサーとなる人がゴーストプロデューサー的にやってるっていうパターンが多くて僕実はラシャット・スミスっていうプロデューサーがいるじゃないですか、うん、ラシャット・スミスのインタビューをした時にうん、うん、実は。 俺がドンツェッタ・テクニックのアルバムの何曲かやってるっていう衝撃情報を初めて聞かされたりとかやっぱりそういうことはねザラにあったよって言ってるんですよこの,この頃まだクレジット上はでもずっとエリック・ビーなんでねプロデュースエリック・ビープロデュースですねそうですねうん、うん、あのペイド・イン・フルもああのプロデュースはエリック・ビーズラキムっていうクレジットだと思うんですけどラキムいわくペイド・イン・フルはほとんど自分が作ったって言ってますね<ー>自分がやっぱ DJ の頃に持ってたネタとかを組み合わせて作ったんだけどラキムは あのラッパーに専念したくてで、うん、エリック・ピーは俺はビジネスマンになりたいみたいなことだったっていう風に言ってたからじゃあお前に任せるよっつったら共同クレジットにされちゃってそれが今でも悔やまれるエリック・ピーがオリジナル P ・ディリーみたいなもんですよそのあ<ー>全部コーディネートしてプロデューサーっていう名前をな,なるほどオリジナル P ・ディリーかオリジナルシグナイとかっていう話ですね、うん、でこのアルバムからちょっとそのメッセージ的な文脈がちょっと大人っぽくなってきたんだよね、うんうん、こうというとでまあそのイン・ザ・ゲートだったり、はい そのあとこのセ「セレムストレイト」っていう最後の曲なんかは自分のことでいろいろな噂があるんだけどそれを一つ一つクリアにしていくみたいな曲で要す,な要するに曲一個あたりのコンセプトがこうどんどん際立ってきてるんですよね。その前まではあ その言い回しとか言ってることとかライミングとかそういうところですごいレベル高いことやってるけど、うんうん、でも結局はセルフボーストだったりとかっていうところにとどまってるんですけど、うん、こう曲一曲こういう曲っていうそのコ,ンがコンセプトがはっきりしてるのもサード以降からですねでもマホガニーだってさ、うん、これラブソングだけど、うん、要するに黒人女性の美しさを称えるというさコンセプトがやっぱ要するに双子の妹はエボニーだよ マホガニーの双子の妹エボニーエボニーでトンネルの近くでねデートしててでもこのままセックスまで行っちゃったらライブに行けなくなっちゃうからやめとくみたいなまあだすごいこうね甘いラブソングに見えてコンセプトがきってり立っているとこの「マホガニー」なんてね実はすごいリミックスはグラウンドビートでめちゃめちゃソウルトゥソウルっぽいこれね確かねそうだよそうだよ おしゃれに作ってんだけどねでも、まあ、そこまで、まあ、インザゲトウがね当時やっぱそのゲトウに生きてるサグどもに、うん、やっぱすごい響いたっぽくて、うん、歌詞も何もそのビデオも結構タイトでそのユ,ユ,ユニバース宇宙の大宇宙の中で命を 持っててに生まれてきたんだみたいなとこから親父が昔話してくれたんだと「アフリカにはこういうことがあって何々があって」っつって、うん、で最後には結局そのサグたちは下塔であの銃を真横に置きながら常にそのサイコロとかしてゴロンブラブラしてると、うん、そんなんじゃよくねえんだろってあのまあちょっとパンチラインであの エリ野球の「アのあのうガット・ソウル」の中に「イエンのウィフォーム・イッツ・ウェイ・アっていうとこがあるのねそのど,、うん、どっから来たじゃなくて今どこにいるかだっていうことを言っててそれをこのアルバムのそのバースの最後で連続で出してるっていうそのゲトウにいるやつらにゲトウから出てきたっていうところが問題じゃなくてどこに行くかだっていうことを歌ってるそういういだからあれだよね。ねその次の次アルバムになるけどさ、うんその ある種のテーマを語るときにさ、だそうだ、視点がさ、視野が広いっつうかさ、あの本当の意味でクレバーなリック書く人だなって思うときは時々やっぱあるよ、それは。で、まあこれは三枚目で、三枚目で、四枚目ラストアルバムですね。四枚目です。エクビアンのラッキー、どうせのテクニック。なん、あ、サイン入りし、サイ入ってます。K W ラッキム・アラ、ワンラブ。 でこの時に「ヤホースワン」はいてるのを見て僕は「ヤホースワン」履き始めました本当に好きなんですねこれ、うん、でもさすがのエリック・ビーも、うん、ほら撮ったよあ取撮りました <laughs> じゃあ撮ったよ俺本当だ、うん、はいはいはいこれ何年だよこれが 92?92 はいはいはいなんかそのちょっとさほらあのやっぱ ラ,ラジプロフェッサーとか音やってるからだんだんさ、はい、その時代のシンクロ感は別に問題なくなってきてっていう感じだな、うん、で割とほらそのこの時代になるとより MC のスキルとかにさ再び、うん、この頃がね一番そのスキルがあると出てこれるっていう時代だから、うんうん、そうフォーカスが当たった時代だから、うん、ある意味再評価 されれた時代かもしあとヒップホップクラシックみたいな感覚がきっちり出来上がったのもこの時代だからダウンザ・キングなんかもあったしねそうそうだからその意味でもやっぱ再評価されたの絶対っていうことだそこでまあそのシングル「どんしゃいつはテクニック」なんかこう割と可愛いお姉ちゃんはべらしてんだけど言ってることはペンはケンよりも強しみたいなこと言ってるのねずっとそんで僕がさっきから言ってるであの「 カジュアリティズ僕、はい、出た時はそこまで取り沙汰されてはいないんですけれども、うん、まあその後の歴史湾岸、はい、戦争からイラク戦争まで経て考えると、まあま、要は湾岸戦争のことをっそっなたんですよね初めてでまだ最中だよね多分多分あのねワールドトレードセンターの地下が爆発されたとか時期なんだよね<ー>だから多分そういうあのイマジネーションがそっちに行ったんだと思うでだから逆に俺はだからそのこれであのうわラキムって やっぱすげえなと思ってさこの時期にこの歌詞出すかっていうさほほほほだって完全にアメリカ批判だしさ、うんあのー、でこの視点が逆にね今のそのコンシャスなラッパーにこの曲作れるのかっていうのが作れないだろうね、んうんうん、この反骨精神と思ってただからラッキーもラッパーになってなければその小説家とか<で>そういう方向に具体的にははどういうい曲なんですかこれはまあ、うん、その湾岸戦争を批判してんだけど湾岸戦争に大義名分なんかあるのかっていうのがまず多分最初にあって。うんうん ファーストバース、セカンドバース、サードバースってちゃんと物語が進んでいくんですよね。最初はまず戦争行って帰ってこれるかどうかっていうのが心配で 2>、うん、で,で2番は戦争に行ってその場でどういうことが起きたって、うん、で3番は帰ってきてからの話なんだけどそこの,なんかあの精神構造がすごいんですよね。こうあのこう イラク行って戦いに行ったけど俺はアラーを信じてるしちょっと待てよでもサダムインもアラーを信じてるじゃないですかしかもここアジアだからもともとは俺が生まれたところじゃねえかってって同じ顔をしたやつをつのかっていうそ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 ううそ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 うう つふりして自分のところ親分を撃ち殺してそれも戦争のごたごたでバレないように帰ってくるっていうさプラトゥーンイメージもちょっとあるねちょっとねだからいやそれってはっきり言ってすごいことじゃんそのストーリーフィクションとはいえ完全に反アメリカな歌なわけだしブッシュの顔なんかも出てきてさ俺はこの戦争なんだって大統領に電話もしたいぐらいだとかこんな大義名分のない戦争をして 後の次のジェネレーションは、うん、残されたジェネレーションはどうなるんだっていうことも言ってるし、うん、前の皆さんワン、うん、いイラク戦争じゃないですよ前の湾岸戦争ですからねパパ・ブッシュの戦争ですからその時にこれを言ってるわけじゃん、ね、で俺はそのナイン・イレブンね会った時にさあヒップホッパーはねどんな曲を作るんだ楽しみにしたでしょ、うん、って思ったんだけど、うん、むしろその無形化しちゃったんじゃなく、あのー、まあ ぶっ殺せみたいなさ、ことになっちゃったじゃない。全然アメリカ来参の方向になっちゃって、そのああなんかやっぱラキムがいかにすごかったかも思ったし、思想的なね、シーアイスラム的な考えだとそうなんだよね。だからほらパリス的な過激派感ともちょっと違うじゃない。ちゃんと。 その作品としてさ誰もが分かるエンターテインメントにもなってるし話としてはこうちゃんと感動させるものにもなってるしあのー、すげーなと思います、ね、ただその戦争に行っちゃうと、うん、死体が目の前にあって、うん、転がってると、うん、変に。 そ俺が怖いってことを言ってるわけでしょだからすごいちゃんとしてんのよまさに戦場に行ったら普通じゃいられないのが普通だっていうてどのことも書いてんじゃんだから別に兵隊の戦意もしてないしだからまさにその兵隊もカジュアリティーズオブォーだからさまさにそのデパルマの映画のタイトルだからさカジュアリティーズで マがまさにそれはベトナム戦争舞台だったけどイラク戦争舞台にリラクテッと今回の作った全然進歩してないわけですやってることんだからラキムのこの批判精神とかさあとパビックエンに日本来た時にグリフがさ「兵隊手やげろ」ってみんなアメリカの兵隊だから俺たちに「ってあげたらさ

伸びまこれねアメリカのアフリカ・アメリカン・スタディーズとか今もヒップホップコースとかもあるわけそういうところで先生が朗読しながら生徒に説明したりするんだねっていうもうグラフとになってるそういうマテリアルとなってみんな泣いちゃったりするんですごい曲ですよで3番がまたすごいのが戦争から帰ってきて普通にストリートに戻ったんだけど 車がバックファイアを起こすたび、はい、に俺はすぐこう銃をかばる癖がついちゃってて BTSD やってるんでまあ,あの過去の歴史をいろいろさかのぼるとカ風カが爆弾を持ってあの「ストラップ・ダ・ボーム」でしょがこう突っ込んでくるかもしれないし俺はテロリストがいつ戻ってくるのか待ってるんだよねって言ってるんだよねでもさそれだからもうそ,その予言終わり方ってもうさうまく聞いてもさうわっでしょ <laughs> だからすすごいことなんですよそのだから本当はヒップホップっていうのは、うん、そのまあもちろんアメリカの文化だけどアメリカ合衆国的なるものをさこう相対化しさ、うん、打つ運動だったわけじゃんパブリックエンまさしく、うん、だからなんかそこが妙に一体化してそこに疑問も持たない感じのその,今のメインストリーム側には別にそれはそれでいいけどこういうのを知ってると、うん、こう がゆい感じを覚えたりもしますね政治的な力はやっぱり増したみたいで。あのヒップホップアクティビズムみたいなのは草の根ではすごく根付いててそれがあるから今日やったねオバマがねとかもうそれはもう全く無駄ではないんだけどだけど作品が。一表現者ととしてはちょっこの 骨をね、この気骨をねとこの技術それぐらいだからやっぱそれを実現する技術もなければね。ぶっちゃけむずいっすよだからそれぐらい没頭して自分のアートをどんどん追求して開発していかないとできないよなんでこういうね素晴らしいラッパーと同じ時代にラップをやれてたということとその初期の時代の作品に出会えて影響を受けたっていうの僕はすごい幸せに感じてますこっちゃんのやっぱりラッパー人生のある意味引き金を引いた男というはい先生ですはい。 そ、うん、ういう感じですかねはい、はい、いいんじゃないですか今日は、はい、大活躍で、うん、ちょっと泣きそうですね、うん、泣きそうなんだじゃあ泣き,泣きそうになりながらじゃあちょっと締めの <laughs> はいえ伊藤祐介歌丸師匠芸大の社員ビッグコッター名盤「かカかカかっ塾そんな感じで終了ピース